今年1月の能登半島地震や先月県内で最大震度6弱を観測した地震を受けて、八幡浜市で今日大規模な地震が発生した際の避難所の運営についての研修会が開かれました。八幡浜市役所で開かれた今日の研修会には、市内の自主防災組織のメンバーと市の職員など合わせておよそ80人が参加しました。まず市の防災担当者が、地震の発生は予測が難しいため、避難所の早急な開設や適切な運営には地域の協力が必要などと説明。続いて避難所の運営を図面上で模擬体験する防災ゲームでは、名前や年齢、個別の事情などが記されたカードを避難所の適切な場所に配置するなど運営について学んでいました。我々の事前の準備が大事です。意識を持ってもらうためには役に立つんじゃないかなと思います。八幡浜市で自主防災組織のメンバーと市の職員が参加して避難所運営についての研修会を開くのは今回が初めてだということです。